チャオ、小島木です。昨日の、ボクシングについてお話したいと思います。まずは昨日はやはりね、MVP は、堤選手だったんじゃないかなと思います。まあ、僕の予想では堤選手が今回井上拓磨選手を倒して、チャンピオンになるんじゃないかなと思ったんですけど、やはり予想が当たりまして、堤選手が、勝ってくれましたね。で、逆に井上拓磨選手も僕は株分けだと思っていて、あんなに強打、すごい強い強打、フィジカルの持ち主に対してああやってテクニックで返していって、やっぱり井上拓磨ってすごい強い選手なんだなって僕は改めて、見てて思いました。でね、何が堤選手すごかったのかなって思うと、フィジカルが強いのと、あとは普通のボクサーっていうのはね、普通のセオリーではワンツースリー見るとか、ワンツースリーダッキングするとか、ワンツースリーで一回置いてからまた次行くとかなんですけど、堤選手の場合はもう 1,2,3,4,5,6,7,8 ぐらいまで行きますよね。で、この8ぐらいね、出せる選手ってやっぱそうそういなくて、やっぱフィジカルがなきゃいけない。で、8使えるということは相手が下がらせる、相手が前に来てるのに対して8打つことはリスクになるので、相手が下がってる状態で8打てるっていう、いわゆるそのフィジカルと勢いとリズム感と、あとやっぱりね、押す力、どんどんどんプレッシャーかけていく力、それがね、井上拓磨選手にも後半どん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 ね、できてきて、やっぱ堤選手パンチ力もあるし、フィジカルもあるし、自分のスタイルっていうのを持ってるし、8連打っていうのをね、持ってるし、あとやっぱりね、最後のね、コメントで自分は弱虫だと、弱いと、ラウンド中もね、弱くなってね、気持ちが折れそうになったところもあったと言ってたんですけど、僕はもうそのメンタル、もう筋金入りのね、メンタルだと僕は やる前から思ってましたから、前回ね、穴口選手と試合をしてすごくいい試合をね、してくれたんですけど、あの時からこの人は本当にすごいファイターだなと、パンチ力もあってフィジカルも潰していく、ね、拳も硬いしだなと思ってたんですけど、やっぱり今回ね、井上選手に対してもその自分のスタイルっていうのを通して、楽しみに行ったっていうのは、僕は本当感動しました。でね、彼のこうね、生活をね、こう見てても、自分で料理してね、なんかすごく自分自身のこう普段の生活から自分自身っていうのをちゃんと作ってる、もうなんだろう、これからどん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 強くなってスターになっていくっていう、そういう選手だなと。だからこっからね、満足することなくまだまだ上を目指していってほしいなと。ね、チャンピオンベルト取るまではチャンピオンベルトをね、触らないと。一回だけね、触ったことがあるけど、それ以外はチャンピオン取るまで触らない。それで今日初めてこうやって腰に巻いて自分の、ベルトを、触ることができたということを言ってた。すごくね、自分の中での決め事っていうのも彼の中で作ってたと思うんですよね。なのでそんな彼をこうね、見てやっぱりまだまだ強くなるし、これからどん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 先行ってほしいなと、思いました。で、この階級にはやはり強い選手がいて、K1 の武井選手もいれば、そうなれば、那須川天心もいれば、そういうことをね、彼自身も最後の前ぐらい名前出さなかったんですけどね、言ってましたね。なので、あの階級は本当ね、強い日本人がどんどん出てきて、あとやっぱり中谷、彼もいますね。もう本当に強いものが勢揃い、しかもあの階級で日本人ですよ、全部、全部があそこの日本人取ってしまって、その中でも統一するってのは誰が一番強いのかなっていうところなんですけど、僕は今のところはね、やっぱり中谷が一番強いなと思っているんですね。ただ中谷対ね、堤やったらどうなるか、どういう試合になるかって、中谷が堤の、プレッシャーの連打の、フィジカル、音を抑えるかっていう、そこも本当に見ものですし、でもまだ中谷の方がね、レベルは1枚も
上手かなとは思うんですけど、うん、まあでも堤選手昨日感動しました本当に、うん、ああやってねベルトを巻いて両手を上げて、僕はあの時ね前回戦った穴口選手のことを思ってね、手を挙げて目をつぶってっていう姿だったのかなってもう、まあ、一瞬 思いましてね、すごい感動したですし、まあね勝って、うん、一緒になんかね穴口選手と世界チャンピオンベルトにたどり着いたってね、2人でたどり着いたみたいなね、そんな感じが僕はして非常に感動しました、うん、やっぱボクシングってのはすごい危ないスポーツでね、レフリーがちょっと間違ってねやらせてしまったら取り返しのつかないことになるし、でセコンドだってやっぱりキックと違ってねラウンドが長いですから、その長いラウンドをねもう間違ってねずっともう危険を顧みず、もう気持ち、ね、選手の気持ちを持ってと思ってねやらせてしまって危険な目に遭う可能性もやっぱりボクシングは大いにあるんですよね、うん、それはもうキックよりもやっぱり脳に対するダメージ の蓄積が違いますから、うん、なのでいかにねこうプロボクシングってのはレフリーも大事ですし、セコンドも、ね、大事ですし、選手をそうやって、まあ、しっかりと支えてあげなければいけない危険なスポーツですよね、うん、なので、まあ、そういう世界でやっぱりみんな強いね、うん、特に軽量級で勝ち上がっている日本人選手っていうのは本当すごいなと思ってます、うん、あとはやっぱりそのね優里選手もそうですけど、堤選手もそうです。今回ね僕見てて左回りに逃げる相手に対して、うん、なんかこう優里選手なんか特に左回りでこう逃げる選手に対してコーナーに詰められなかったですよね。僕はいつになったらコーナー詰めるのかなと、コーナー詰めたらね優里選手どんどんパンチ打っていけたのになと思ったりもしてたんですけど、まあそれが、まあ、要はリングの中で相手をどうやってコーナーに詰めて自分の得意分野に持っていくかっていうところが少し今回もしそれができてたらもっともっと早い回で優里選手は倒してたんじゃないかなと思うので、うん、なんかその辺のねリングの使い方というか、まあ、ピーターズがすごくうまいんですけどね、そういったところもさらにやればもっとレベル上がるなと思って、まあちょっと見ててね上から目線ですけどそう感じました、うん、僕もいろいろね解説したりいろんな格闘技を見てきてる中でいろんなことを学ぶことが多くて、うん、なんかねもっともっと早く倒せる技術がいっぱいあるのでパンチがあるので、うん、これからさらにまだまだ成長できるなと思って見てました、うん、あとはそうですね、うん、やっぱりあとは今日ですよね、今日の皆さんがどのような試合をするのか一緒に楽しみにしてますんで、まあ堤選手階級、うん、ね、那須川天心も来るだろうし、うん、あとは武井もいるだろうし、ね、うん、中谷がドンと来ますから、まあ、ここら辺でもうね世界の、ね、軽量級はもう日本がトップなんだっていうことをさらにね世界中にアピールしてもらえれば、で日本のねレベルがどんどんどんボクシングレベル上がればね、またボクシング人口も増えると思いますし、その辺を今日も楽しみにしています。堤選手本当におめでとうございます。で井上選手敗れたものの、やっぱりね井上拓磨っていうのは強い選手だなと改めて思いました。まあ、ここから井上拓磨がどう出てくるのか、まあ、それも楽しみにしてますし、ね、うん、まあ、昨日は堤選手が僕は MVP かなと思います。以上になります。